皆さんこんにちは。ヘッドライトがつかないというトゥデイに悪戦苦闘して、原因をですね調べて、やっと分かったわけでございます。はい、ハンドルスイッチのハイローの部分の車体から来ている電気の部分に、スイッチに触れている部分がダメ。それによってハイもローもつかない。切り替えても、要はハイ、大体ね、ローとかハイとかどっちかとかで片方つかないとかね、まあ、そんなパターンかなって思うんですけど、今回はそのローの側がダメ、あ、ローじゃない、車体側がダメで、結局ローもハイもつかないっていうね、はい、そんな、今なんかポチッとしましたよ、はい、ことになってしまっていまして、それによってですね、まあ、この仕事は赤字の仕事になりました。分からなくて、最初どうしても分からなくて、非常に困りまして、でテスターで測りますよね。テスターで測ること、電気を測ると常に 10V 出てるんですよ。で 10V 出てるんで、 10V 出てるのにつかないんですよ。おかしいな、おかしいな、と。ね。で、わかんないじゃないですか、結局ね。うん。で、結局わからないので、どうするかというと、ホンダのサービスマニュアル。これ通らないぞ。なんだこれ、こうか。で、ホンダのサービスマニュアルを見ると、まずこの電圧測ってくださいって 10V でしょ。規定が 13.x でしょ。おかしいじゃないですか。だからまずそこはダメですよね。当たり前ですけど、それがまずダメで、その次に、抵抗値測るんですけど、結局そのステーターコイル、あとレギュレーターのとこからそこまで電気がどうだとかみんな測って、そしたらステーターコイルは外れてるわけですよ。で、いろいろ見ましたが結局わからないので、うん、で、まあ、ステーターコイルの電圧がね合ってない、うん、っていうことで、まあ、仕方ないのでステーターコイルですよ。で、持ってればいいですけど持ってないので、これ抜けるかな、抜けたらよかった。ステーターコイル持ってないので、どうするかって言ったら、もうやっぱりね、数値測ってそれがもうずれてる、合ってない。って言ったら、それしかもう言いようがないじゃないですか。うん。だからとりあえず買ったんですよ。ね。で、つけた。交換したんですよ。そしたら、はい、案の定ですね。ダメですよ。ダメ。うん。案の定だから、要はそれじゃないってね、ステーターコイルじゃないってことです。でもあと考えられるのレギュレーターしかないな。もう答え知ってるか皆さんね、何のとこやってんのと思いますよね。で、レギュレーター変えてたらダメですよ。で、測るとやっぱり12でしょ。あ、 10V が出てないんですよ。で、結局じゃあなんでね、スイッチがダメなのに 10V 出てるかっていうと、交流だからですよ。マイナス側を伝って来てるんですよ。プラスマイナスが常に入れ替わってるから、ソケット側のところには 10V 来ちゃってる。一応ね、来てることになるんですよ。だけど、それはこことここでね、測って来てるっておかしいな、おかしいなって。わかんないですよ。これ直流だったら、この配線伝っててね、プラスのとこだけ伝ってて、ああ、ここだってわかるんですけど、結局だそこが盲点だったんですね、はい。そんなの当たり前だろってね、やっぱり思うと思うんですけど、当たり前じゃないんですよ。気づかなかった、そこで。結局ダメですよ、うん。で、どういうことかというと、それ、はい、ね、二つ、あ、もう、長いな、これ。どこまで繋がってるの、これ。コネクタはどこに入ってるの、あ、こっちに入ってるのかな、こんなに入ってるのかな。そう。で、結局どうしようもないので、うん。で、調べたんですよ。配線の通電を全部見たら、通電されてない。抵抗、すごい抵抗値が高い。それでやっと
まあ、気づいたというか、うん、あ、これ電気来てないです。いろいろ調べてったらスイッチがダメだってことが分かったんです。しかもプラス側、マイナス側じゃなくて、マイナス側じゃなくて、あの廃炉側、切り替えた先じゃなくて、それでまあそんなところでバラしたところ焼けちゃってて、もうあの黒くなっちゃってて減っちゃってる。ああ、これダメだ、はい、でやっと原因が分かったわけでございます。はい、なのでうちはですね、そのために何を結局ね、ステーター買っちゃった。ホンダのサービスマニュアルに乗っ取ってやってしまったがゆえ、教訓、ステーターはダメにならない、これです、はい、ステーターはダメにならない、これが教訓でございます、はい、まあもよほどのことがない限りはダメにならないというか、聞いたことがないっていうのが大体やってる人の話です。レギュレーターもめったに起きない。要はそのホンダのトゥデイに関しては、まあよほどのことがない限りは壊れない。エンジン関係、電装関係とかね、うん、それぐらい丈夫、壊れたって聞いたことないっていうね、みんな言うんでみんなって言っても何人かはね、壊れないでしょって、それどうするの、結局それもう在庫するしかないね、不良在庫です壊れないから結局部品もね使わないからっていう国で、うん、あ、取れないじゃんこれで、そういう時にどうするかってことですよ、うん、ねえ。でうち、ね、私はほらやっぱりね、そこでやっぱりね、原因がねスイッチだったから、まあしょうがないですよね。それを一応伝えてですね、はい、だから部品代はもらえないですよね、当たり前ですけどね、交換しちゃった部品ね、部品代はもらえない。でしかもだからもらえないからまた元に戻しますよね、そのままつけて渡すわけにいかないですからね、そんなもったいなくできないんで、ね、だからつくづくね、しょっちゅうやってればね、まあ、トゥデイやそんなね、交流の車両でヘッドライトがつかないっていう時はやっぱりそういうことを疑わなきゃね。まずなんかそういうのが壊れるってことはない、まあ、しかも電圧が全然来てないってなったら分かるんですけど、常に 10V 来てる、吹かしても吹かさなくても 10V その段階で気づかなきゃいけないんだよね。あ、どっか多分電気ダメなんだ、ちゃんと通ってないんじゃない、でも電気が来てるから通ってはいるだろうと思い込んじゃってるわけですよ。電気が来てなければ、あ、どっかでっていうね思うのに、そう、電気が来てるがゆえに、あ、こっちは大丈夫なんだな、うん、そういう配線的なものじゃないんだなっていうね、そう思い込んでしまいまして、そうでやっちゃったんですね、はい、で、これですね、で配線、そこのちっちゃいね、こうコの字型の、部品がダメなんですけど、そこの部分をもう減っちゃってるんですよ、焼けてもうボコボコになっちゃって、だからそこをなんかね適当に磨いてもどうせすぐまたなっちゃうだろう。でやったんですけど、ロービームがつかないハイビームはつくけど、なんだろうね、スイッチやっぱり良くないんだよね、だからもうスイッチは交換と、ね、いうことにさせていただいたわけでございます、ね、ね、結構ね、お金かかっちゃう。ね、高いです。高いです。お金かかるけど、これはね、どうすることもできないですもんね。これ、トゥデイの配線、大変ですね、これね。
最初にね、来た時に なんだろうなって、まあ最初はね、普通はヘッドライトバルブが切れてんだろうなって思いますよね。見た感じ、なんか切れてる感じではないんですよね。だそこ、まあ、そこからね、始まったんで。うん、よいしょ。いやー、やっちゃいましたね。やっぱり最後まで、こう、いや、そんなことないだろうと思わなきゃいけないですね。やっぱり金額が張る部品なんでね、うん、安くないんで。ちょっとね、勉強させられてしまいましたかなりの勉強、うん、勉強台になりましたね。でね、これで、やっちゃいけないのは、これで絶対やっちゃいけないのは、あ、ステーターダメでしたってやっちゃう。ね、それは絶対できないでしょ。壊れて、実際は壊れてないわけだからね、うん。もちろんお客さんは分かんないんですよ。それをね、仮にそうだとしてもね。うん、でもそれできないですから、さすがにね。それやっちゃったらもうね、自分がいけないとね。ただ一応その診断ですね。診断の部分について少しくださいと言っておきましたね。その部分ね、やっぱり脱着、常にね、脱着して点検してるってことだね。でもそれももらえないですかね。どうなんですかね。違うことやってんだからダメなんじゃないの。なかなか厳しいんだよね。これ緑が足んないじゃない。これ違う。ウインカーでしょ。ね。あとこれがヘッドライトね。これですね。緑で、あと教訓、抵抗値は基準値から外れていたとしても影響ないそう、明らかもうね、例えば通電がな、抵抗がなきゃいけないのに抵抗が全くないとかだったらダメですけど、通電があるんであれば抵抗値が通常2オームとかのところが4オーム、5オームあっても、それは正常と一緒だってことです。そのことにね、今更ながらね、原因をね、知りたいんです。なんかね、原因、なんでもいいから原因を知りたいんですよ。だから何がいけないのか、でもね、いけなくないんですよね。そんな簡単に壊れないんですよ。はい、なんでね、そのあたりで、またね、勉強になりました。勉強ですよ、勉強。ね、バイク屋さんやってね、毎回勉強させられますよ。あとね、これダメ。あれ、入らない。何これ。こうか。いやグリス。で、このレバーが実はもうダメなんでね。レバーがね、ダメなんですよ。穴が広がっちゃってるので、いわゆるブレーキが消えない。ね。その現象になっちゃってるんですけど、今更、これはね、また話別のあれなんで。でも油なんか全然ない。切れちゃってる。この状態じゃさすがにね、ブレーキレバーどんどん減ってっちゃうんですよね。アルミとね、アルミでぶつかってるんですからね。擦れてるんだから。ここの最後のところがね、ちょっとガタがあるからダメ。地味にめんどくさい、この、
この取り付ける作業。ブレーキロックだね。シーリングって言うんですけどね、これがちっちゃくて怖い時間もかかっちゃってるし、修理するのにすごい、ね、夏休みは、ね、部品が来ないとかね、そういうのもあったりして、しかも分かんなくてね、何が原因なのかね、最初ね、これ電圧かな、よし、で調整、よし、でこれを戻して、これもね、サビサビ、タッピングビサビサビで、最近お金にならない仕事がどうのこうのってなったら、今度お金にならないじゃなくてマイナスに一気になっちゃう仕事になっちゃう、やばいですよこれ、本当にやばいもう本当に考えないとね、部品はね、買っちゃったらアウトですからね。なんか四輪の場合はなんかね、返品が効くっていうね、いろいろとパッケージ開けても返品できるみたいなね。二輪はさすがにパッケージ開けたら返品できない、てか二輪返品できないですよね、メーカーが直接買ったらね、二輪は返品効かないんですよね。ただね、問屋さんがね、返品 OK っていうね、あ、こっちやところもあるので、ただパッケージ開けちゃダメなんですよ、さすがにね。パッケージをさすがに開けて取り付けもしてますから、あ、これじゃなかったっつって、こんなんでいいのかなこのミラーどこ向いてんだこのミラー、なんだろうな、これは、ああ、わかんない、どうなんだ、これでいいのかな、至る所ぶつかったり壊れたりしてる。でとりあえず最初はね、バルブがダメだなとかね、いろいろ黒くなってるんでね、いずれは切れると思うんですけど、ただね、バルブじゃない、とりあえずちょっと仮でね、大丈夫、ピッ、なんかすごいですよ、今足りない、イエー、また勉強させていただきまして、これなんで入らない、ね、こんな感じで、あと前かごがついてるね前かごをつけなきゃいけない、いやー、ちょっと、もう今30分
で今日はちょっとねバイクを取りに行かなきゃいけない。荻山さんですね。荻山さんに、注文入れてあったバイク。はい、いやー連絡あれ入ってますか。あれ連絡行ってませんか。つって大丈夫ですよ。用意できますよ。やばい。ここのパーツ付けない。さてそんな感じで、終了でございます。はい。そうだから一応ねレギュレーターとなんとかはステーターですか交換したんだけどちょっとそれじゃなかった。でいろいろ調べた結果このスイッチのその部分がダメだったっていう話をね一応伝えたんですけど納得いかないですよね。あれしかもこの部品こんなの変える必要があるのと思っちゃうもんね。焼損しちゃってるんでダメなんですよ。だから全然つかなかった、ね、ただレギュレーターとそれに関してはうちはお金はしょうがないもらわないでやりますよ。ダメですか。内緒でステーターダメでした、なんかレギュレーターもダメだったんですよ、今はちゃんとつきましたでそこはなんとかねこううまいことやってスイッチの部分はねなんてねそれやらないダメダメそういうのダメです絶対だな、うん、はい、ということで、はい、店長武蔵チャンネル、こんな感じでやらせていただいております、はい、難しいものですね。